ロデューサー、僕勝ったんですよね。アイドルアルティメイト優勝したんですよね。信じられないです。まさか本当に勝てるなんて。僕何度かもうダメかもって思ったこともありましたけど、それでもここまで来られたのはプロデューサーがいてくれたからです。ありがとうございます。黒井社長、自分はこれでクビなの？当然だろう。響ちゃんが正々堂々の勝負にこだわった結果がこれなんだからね。だって卑怯な手を使って勝ったって嬉しくなんてないよ。ずいぶん偉そうなことを言うようになったね。私の言う通りにしておけば、アイドルアルティメイトに優勝できたものを、勝てないアイドルはいらないんだよ。せっかく金をかけてやったのに私に逆らいやがって。とっとと故郷にでも帰るんだな。なんですかあれ、響がクビって。そんな、負けたからクビだって言うんですか？そんなのめちゃくちゃですよ。僕許せない。黒井社長に一言言ってきます。なんでですか？僕も！嫌です！このまま待ってるなんて！せめて一緒に行かせてください！おや、まぐれで優勝したナムコプロじゃないか。響を笑いに来たのかな？君もしつこいな。部外者が口を出すなと言っただろう。これはもう決まったことだ。そんなのひどすぎます。黒井社長はアイドルを何だと思っているんですか？もういいんだ。え、響き？もういいんだ。自分はクビ。それでいい。ナムコプロはせっかく優勝したんだから、自分のことなんか気にしないで喜べばいいぞ。ようやく身の程を知ったか。では私はこれで失礼するよ。響き、どうしてクビでいいだなんて言うの？だって誠やナムコプロに完璧に負けちゃったし、やっぱ黒いプロのやり方自分でも納得できなかったからさ、クビになって逆にせいせいしたぞ。ごめんな、優勝したのに自分の問題で水を差しちゃって。自分のことは気にせず、早く事務所に戻ってたくさん喜ぶといいと思うぞ。ねえ響き、僕は自分の力だけでアイドルアルティメイトに優勝できたわけじゃないよ。プロデューサーやファンの応援があったからっていうのもあるし、それに響きがいたから僕は響きを超えたいって思って頑張れたんだ。僕、響きと出会えて、響きと勝負できてよかったって心から思ってるよ。これからも響きと高め合っていきたいんだ。ずっとライバルでいたいんだ。まこと。だから、アイドルはやめないって約束してほしい。ね。今日は、まことと正々堂々勝負できて、本当によかったよ。アイドルやってて、こんなに楽しかったのは初めてだったぞ。ありがとな。それから、おめでとう。誠との約束、考えとく。じゃあ、バイバイ。あ、響き！プロデューサー、僕、響きを追いかけます。だって、
このまま一人にさせて心配じゃないんですか？泣くか。きっと響き、今頃一人で泣いてるんでしょうね。確かに僕も同じ立場だったら一人にしてもらいたいかも。あ、うん。というより、プロデューサーに追いかけてきてほしいかも。プロデューサー、お願いします。響きのところに行ってあげてください。何言ってるんですか。響きがあんな状態じゃ気になっちゃって勝利を心から祝うこともできないですよ。だからプロデューサー、行ってきてください。僕の最高のライバルのことお願いします。いきなり入ってくるなよ。もしかして見てたのか。く、誠のダンス目に焼き付いてるんだ。思い出してたら急に踊りたくなっちゃって。うん、あんなダンス見せられたら自分負けを認めるしかないよ。悔しくて泣きそうなのに、それよりもなぜか満足感とか清々しさがあるんだ。うん、もし黒井社長のやり方に従ってアイドルアルティメイトに優勝してたら絶対後悔したと思う。ナムコプロのやり方が正しかったってこと、それが分かってなんでかほっとしたぞ。ナムコプロは変態事務所なんかじゃなかったんだな。今まで悪口言ってごめん。ううん、自分アイドルはやめない。この楽しさをいつかまた味わってみたいからな。さっき誠にも約束されちゃったしさ、誠にあんな風に言われたらやめるにやめられないぞ。様子見に来てくれてありがとう。プロデューサーがいるってやっぱいいな。自分も君にプロデュースしてもらってたら少しは結果違ってたのかな。いや、誰かのせいにはしないぞ。自分の力が足りなかったんだ。もっと練習しなきゃ。自分は完璧だと思ってたけど全然そんなことなかったもんな。よーし、やる気出てきたぞ。もう一度どこかの事務所で再出発だ。そうとなったら早速行動開始だ。今度こそアイドルアルティメイト優勝してやる。それじゃまたいつかね。バイバイ。方は誰も幸せにならない。昔と同じだ。いい加減失敗から学んだらどうだ。失敗から学べだと。その言葉そっくりそのまま返すぞ高木。おとなし小鳥にジムをやらせているそうだな。いい加減彼女らのことは諦めたらどうだ。ま、私には関係ないがね。誰に何と言われようと私は私のやり方を貫くつもりだ。
プロジェクトフェアリーはこれで終わりではないぞ。まだ続ける気なのか。お前のやり方でトップアイドルを育てられるものか。君のやり方ではトップの座を長く守ることはできん。見ていたまえ、すぐに奪ってやる。そしてナムコプロという事務所の存在すら消し去ってやろう。では失礼。おや、あ、君戻っていたのかい。よかった。帰りが遅いので心配していたのだよ。探ろうとしていたが、結局大したことは探れず、ガナハ君と話しただけに終わった。カト、それでいいんだよ。君と話すことで孤独だったガナハ君もいくらか救われたことだ。黒いプロのやり方は予想していたからね。君に彼女の力になってやってほしかったんだよ。さてそれはどうかな。ああ、私は少し散歩してくるから先に事務所に帰ってくれたまえ。ご近所さんと立ち話していたら頭痛がしてきてしまってね。頭を冷やしてくるよ。では後で。プロデューサー、お帰りなさい。響きはどうなりました？ですね。はあ、よかった。一人で待ってる間すごく不安だったんですよ。あ、でもプロデューサーの顔を見ただけでそんな不安も吹き飛びました。はい、さっきは勢いで響きを追ってって頼んじゃいましたけど、アイドルアルティメイトの優勝、やっぱりプロデューサーと一緒にお祝いしたかったから。ああ、僕ったら一体何って、二人きり。大丈夫です。それに僕、今日だけはプロデューサーと二人きりの方がいいです。また僕変なこと言っちゃいましたよね。はい。あ、でもその前にプロデューサーにちょっと見てもらいたいものが。新しいステージ衣装です。何着か頼んでおいたんですよ。頼んだのはだいぶ前なんですけどね。で、プロデューサーの意見が聞きたいなって。でしょ、とっても可愛いですよね。そう言うと思ってました。でも次は可愛いアイドルを目指そうと思って。響きはずっとライバルだし、ダンスをおろそかにするつもりはないですよ。でもアイドルアルティメイトの優勝でひとまずかっこいいアイドルにはなれたと思うし、いつまでも挑戦者の気持ちでいたいから、この機会にガラッとイメージ変えたいんです。目指すは歌って踊れる超可愛いアイドル。どうです、プロデューサー。あ、もちろん可愛い菊池誠もプロデュースしてくださいね。ヒヒヒ。
リューさん、僕のこと最高に可愛くしてくださいね。参加するようにって言われて早めに来たんです。いい天気だったからジョギングしてきちゃいました。あ、社長が来ましたよ。みんな揃っているかね。今朝は私が朝礼を取り行うよ。おはよう諸君。まずおめでたい発表からだ。みんなもすでに知っていることと思うが、我がナムコプロからトップアイドルが誕生した。おめでとう菊池君。アイドルアルティメイト優勝は素晴らしい快挙だよ。ありがとうございます社長。事務所のみんなとプロデューサーのおかげですよ。以上で朝礼を終わる。では今日も頑張ってくれたまえ。すまない。君も本当にご苦労だったね。ありがとう。そういえば一つ大事なことを忘れていたよ。君たちに紹介したい人物がいるんだった。新人のアイドル候補生だ。しばらくは見習いとして勉強をしてもらうつもりだが、いずれはデビューしてもらうことになるかもしれない。いろいろ教えてやってくれたまえ。うん、いろいろ教えてほしい。自分ガナハ響、ナムコプロでいいライバルを見つけに来たぞ。新人の候補生って響、ナムコプロに入る気なの？だってナムコプロに入れば毎日誠とあとプロデューサーとも会えるからな。漫画だと宿命のライバルは後で仲間になるのがよくあるパターンだろ。というわけで誠、約束通り勝負の続きするぞ。すごくびっくりしたけど、いつでも相手になるよ。でも今度は立場が逆だからね。早く僕に追いついてきて響。おお、さすが菊池くんだ。実に凛々しい答えじゃないか。なあ、しまった。こういう時どう言えば可愛くなるんだろう。可愛さなら自分の方が上だぞ。ねえねえ、そう思うよねプロデューサー。あ、プロデューサーひどいや。僕より響の肩を持つんですか。じゃあ自分は可愛くないって言うのか。アイドルの不満を解消するのもプロデューサーの仕事だよ。さあ弱音を吐かず働きたまえ。働かざる者食うべからずだ。そうそう、なんくるないさ。しっかり働くんだぞプロデューサー。プロデューサーは僕の担当なんだから、響は口